国運 1, 国運 2, 国運3及びパークサイドビルの4棟で構成され、埼玉新都心13.1416外区に位置する。片倉工業大宮製作所跡地における再開発計画で、同社が施設の管理等を行っている。国運の名称は、英語で眉を意味し、片倉工業が製紙業として創業したことに由来する。 国運1の立体 P1、国運2の屋上、P2、立体 P3、平面 P4 の駐車場に合計約3000台を収容する。駐輪場は国運シティ全体で約3000台分を備えている。大宮片倉パーク時代の円形国運新都心の入り口国運シティオープン後の円形1989年12月に、 埼玉新都心土地区画整理事業の都市計画決定が告示された。1991年4月には事業計画決定が告示され、同年から西ブロックで都市基盤整備公団や埼玉県による土地区画整理事業が開始された。東側は民間による文化、業務、商業地域と指定された事業地。 約20ヘクタールのおよそ15ヘクタールを、片倉工業が、大宮製作所として所有しており、東ブロック北側13街区は1983年に、伊東洋華道大宮店と専門店、飲食店、ホームセンターとゴルフ練習場、同17街区の住宅展示場ファミリーランドを、合わせた、複合施設、大宮片倉パークとして営業していたが、 1990年に大宮製作所の事業を加州市の新工場へ移転することを決定し、1992年に大宮製作所は完全閉鎖されて、後地を土地区画整理事業のためとし、基盤整備工団へ賃貸する。東側指定事業地は、丸九本社と工場、三菱マテリアル総合研究所の一部がそれぞれ含まれており、丸九は、 現在の埼玉新都心駅東口周辺の京品、東北線沿いにあった工場と本社を、桶川市に移転し、跡地に、埼玉新都心発の民間のテナントビル、マルキュービルが2000年1月に竣工した。埼玉新都心の土地区画整理事業が開始された1991年頃から、片倉工業が、 新しい商業施設を開業するを閉鎖し、ロビンソン百貨店に変更するなどと懸念されたが、景気低迷に加えて民間企業や一般人の新都心流入量が不透明で、商業施設建設の計画策定開始は2000年夏である。2000年に三井物産、富士銀行、大成建設、東京建物の各社による片倉工業へのバックアップとパルコの プロパティマネジメント事業によるコンサルティングでショッピングセンター開発計画を策定し2001年5月に現在の国運日にあたる社有地活用第1期開発計画を発表したこれは賃貸した都市基盤整備公団から2003年春に返還される大宮製作所跡地に 敷地面積2ヘクタールの2階建てショッピングモールと1200台収容の立体駐車場を建設し、スーパーマーケットやレストラン、ファッションブティックなど100以上の店舗とシネマコンプレックスなどを誘致し、2004年春に開業する計画である。2002年6月に埼玉県へ、仮称埼玉新都心片倉ショッピングモールとして、 大規模小売店ポリッチ法に基づき届け出た。土地区画整理事業の工事ヤードだった大宮製作所跡地が更地化されて2003年3月に片倉工業へ返還された。返還から需要後直ちに着工の予定が周辺住民による駐車場棟の規模縮小要求から5階建て1200台から3階建て1000台に変更し、 商業棟の設計変更も兼ねて延期された。2003年3月から4月に、埼玉市が大宮区吉木町に隣接する天沼町の住宅地に、ある複数の井戸を調査すると、環境基準値である1リットルあたり0.01ミリリットルの1.4倍から20倍に相当するテトラクロロエチレンが、井戸水から検出され、 埼玉市は井戸近くに過去工場を設置していた片倉工業へ調査を要請した。1970年までセーター工場が稼働していた現在、住宅展示場である17街区をボーリング調査した結果、5カ所すべてで検出され1カ所で基準値の1800倍量が検出された。セーター洗浄時のドライクリーニング剤の地下浸透が原因であり、 地下水汚染の拡大防止壁設置など、浄化工事により、片倉工業は2003年12月期決算に6億5000万円の特別損失を計上した。計画から半年遅れの2003年9月18日に、寄港し、総合元請受けを、三井物産、施工を、体制建設と、鉄拳建設のジョイントベンチャー、設計を、体制建設、がそれぞれ担当し、 2004年9月17日に国運新都心が開業した。片倉工業大宮製作所跡地における再開発計画はもともと20年間で4段階からなる計画として構想されたものである。埼玉新都心における14外区及び16外区の再開発により2004年に開業した国運新都心が第1段階。 同13街区の再開発により2015年に開業した国運に及び3が第2段階の計画にそれぞれ該当する。今後は第3段階として同17街区の国運シティ住宅展示場が所在する区画や国運シティ全体を対象に商業のみならず働く楽しむクラスなどの多機能をコンセプトにした開発計画を策定し、 2021年度末までに公表する方針である。一方、現在平面駐車場として利用されている敷地の北西側については将来の埼玉市役所本庁舎の移転候補地とされていた。その後、2021年2月に市長の清水隼人は2031年をメドに埼玉新都心バスターミナル用地への移転を目指すことを表明したため、 国運2.3エリアへの移転案は消滅した。ありがとうございます。